海の日は日本の国民の祝日の一つ。日付は7月の第3月曜日。海海の日は1995年に制定されて1996年から施行された日本の国民の祝日の一つである。制定当初は7月20日であったが2003年に改正された祝日法のハッピーマンデー制度により7月の第3月曜日となった。 国民の祝日に関する法律第2条は海の恩恵に感謝するとともに海洋国日本の繁栄を願うことを趣旨としている。国土交通省は世界の国々の中で海の日を国民の祝日としている国は唯一日本だけとしている。2007年に制定された海洋基本法第13条は海の日の行事を国および地方公共団体は 国民の祝日に関する法律第2条に規定する海の日において国民の間に広く海洋についての理解と関心を深めるような行事が実施されるよう努めなければならないと定めている。海上自衛隊は基地や一般公安などに停泊する自衛官が満艦職を行う。海の日が制定された1996年以降7月20日から31日までの12日間を 海の循環都市、国土交通省会事局が自治体や諸団体とともに、開示思想を普及している。国民の海に対する理解と認識を高めるため、海の日の3連休化に伴い2003年以降は、海の日を含む7月1日から31日までの1ヶ月間を海の月間と定め、国土交通省会事局を中心に、海フェスタなどを催している。二千十四年に、 海の恩恵に感謝する日だったはずが、単なるお祭りになってしまったとして、超党派の国会議員からなる会示、新興連盟により7月20日に固定化する議案が出され、2016年から8月11日の山の日が施行されることでそれをきっかけに、当初の7月20日に戻そうとする流れにある。2015年に海の日20回目を記念して、海でつながるプロジェクトが発足する。 総合海洋政策本部参与会議座長、日本優先顧問の宮原浩二を会長に、日本政府、東京海洋大学、日本財団、民間法人らが、海の日特別行事実行委員会を結成し、海の日の意義や海に対する好奇心を高揚させる催しを開催し、日本財団会長、笹川洋平。 山谷エリコ海洋政策担当大臣、阿食マハッパトラ国際開示機関上級次長、川島海香、服部幸男、石原義澄らが登壇した。2020年は東京五輪パラリンピック特措法により、東京オリンピックの開会式の当初の予定日の前日にあたる7月23日にこの年に限り変更された。その後、東京オリンピックは、 新型コロナウイルス感染症の流行のため翌年に延期となったが、国民生活への影響を考慮し、2020年の海の日は7月23日のままとされた。2021年は、令和3年東京オリンピック競技大会、東京パラリンピック競技大会特別措置法により、前年から1年に延期された東京オリンピックの開会式の予定日の前日の7月22日に、 この年に限り変更された。海の記念日の由来となった明治丸祝日化される前は海の記念日であった。海の記念日は1876年に明治天皇が東北地方を巡行した際、従来の軍艦ではなく東大視察船、明治丸で航海し、7月20日に横浜港に入港して横浜御予定、伊勢山離宮へ帰着した史実から、 1941年に、定信大臣の村田昭三が提唱して制定された。明治丸は、その後、東京商船学校の練習船として使用され、現在は、東京海洋大学越中島キャンパスに保存されている。海がない内陸圏の奈良県は、7月第3、月曜日を、奈良県産の日、川の日と条例で定めている。平成14年、 海の循環実施要領平成15年。海の月間の実施について、海の日は、やっぱり7月20日がいい超党派議連、祝日法改正安定出へ、産経ニュース2014年9月24日、海でつながるプロジェクトマイナス会に思いを。海の日20回を記念し、海でつながるプロジェクト海に思いを。スタート。海でつながるプロジェクト、五輪で、祝日移動。 閣議決定、来年の海の日は、開会式前日7月22日、東京オリンピック2020速報、オリンピックパラリンピック、読売新聞オンライン、読売新聞、2020年7月23日時点のオリジナルより、アーカイブ、2020年7月23日閲覧、2021年の祝日移動について、 首相官邸内閣官房東京オリンピック競技大会東京パラリンピック競技大会推進本部事務局2020年12月13日閲覧奈良県産の日川の日条例奈良県公式ホームページありがとうございます